こんにちは。カンカン同率専門塾マダミズム自習コンサルタントの大久保です。今回の動画では実践演習基礎現代文13講書を紹介していきたいと思います。まずこの参考書の対象者は現代文を基礎から勉強する受験生となります。また、カテゴリーに関しては問題集なのでアウトプットになります。そしてこの参考書をやる時期ですが受験初期となります。またこの参考書のレベルとしては基礎になります。そしてこの参考書の良い点なんですが全てで3つあります。まず1点目として、短い文章の中に知識などを増やせる問題がたくさん収録されているという点です。2点目としては評論だけではなく小説や随筆といった、受験現代文に出題される全てのジャンルの問題が扱われているという点です。3点目として、1題1題の問題が少ないので挫折せず続けていくことができるという点です。続いて使用法の説明に移りたいと思います。手順は全てで、3つあります。手順1として、まず問題を解いて答え合わせをしてください。この際制限時間は約20分ほど取るようにしてください。続いて手順2として、解説を見ながら自分の間違った問題を分析するようにしてください。そして手順3としては、この参考書には文学史の簡単な説明が載っているので、もし文学史が出題される大学を受験しようと考えている生徒に関しては、そこの解説も参考にするようにしてください。この参考書は1題1題が、の文章が少なく取り組みやすい参考書 とはなっていますが、必ず、答え合わせをして、間違っていた合っていたで、一喜一憂するのではなく間違えた問題を必ず解説を参考にしながら分析するようにしてください。それではこの動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。マダミズムの LINE アット公式アカウントができました。 LINE では YouTube では上げられないような今年度のカンカン同率の頭学部の情報などたくさん配信しておりますので、ぜひぜひお友達登録よろしくお願いします。登録方法はアットマダミズムで検索、 MANAVIISM です。ちなみにアットから検索しないと出てこないので注意するようにしてください。カンカン同率専門塾マダミズムの期間限定の講習のお知らせはこちらのボタンをクリックしてください。スマートフォンの方は右上の i のボタンもしくは動画の説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらから飛ぶようにお願いします。どうしてもマダミズムに通えない、そういう子は我々マダミズムの講師陣が出向しているカンカン同率専門在宅予備校カンヨミよりお問い合わせお願いします。スマートフォンの方はこちらも右上の i のボタン下の動画説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらから飛ぶようにお願いいたします。パソコンの方はこちらのチャンネル登録ボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマートフォンの方は下のチャンネル登録のボタンを押してチャンネル登録するようにお願いいたします。